宝雲寺は、大阪府堺市見原区今井にある大漠州の寺院。三号は大宝山。本尊は、釈迦如来。河内最後暮れ城第六番札所。前身は、空海海域の新福山長安寺という名の、新言州の寺院であったが、現在6年に、鞘山池の堤防が決壊し、西よ川の洪水により、寺地及び寺は流出した。明暦年間頃に、 総当宗の僧、僧月が長安寺の寺地と寺を今井村中から譲り受け、漢文11年に地中より観音像を掘り出し、僧安に安置して再興した。翌、漢文12年に僧月は宇治、大幕山万福寺の海祖の因縁隆起の弟子である江国同盟に寺地と寺を譲り、漢文13年に江局は幕府の許可を受け、 次号を大宝山法雲寺と改め、大幕州の寺となった。絵局は、遠方5年に禅道を、遠方8年に首郎を建立し、その後、30年をかけて、大門、大方岳、海山道、西道、天皇殿、朝生閣などの二十数棟を整備した。元六十年に、佐山藩の五代藩主、北条氏友は、絵局と指定の役を結び、以後、 北条家の菩提書となった。どっちの中央には、第十一代藩主北条氏つばめの墓がある。堺市ホームページ。ありがとうございます。